にちは、池田真子です。今回はなんとダイソーからガールズトレンド研究所の新作が発売されました。イエーイ。はい、毎回ねガールズトレンド研究所の新作はこうやって動画で紹介しているんですけど、今回またね新しいのが発売されたということでダイソーでたくさん買ってきました。今回はその購入品を紹介していくので、ぜひチェックしてみてください。それではマコチャンネルスタート。ということで今回のねガールズトレンド研究所の新作は、そのガールズトレンド研究所のオリジナルキャラクターということで、アニパンズシリーズっていうね、こうパステルカラーの動物のねキャラクターがいるんですけど、そのデザインになったアイテムになってます。で全部でね73点今回発売されるみたいなんですけど、10月の20日から順次発売ということで、店舗によってはね結構こうまだ全部がこう一気に入荷してるわけじゃなくて、一部が入荷されてて、またしばらく経って別のものが入荷してっていう風にねなっていくみたいなので、今回はその店舗であったもの全種類を買ってきました。ちなみにね広島ではもうちょっと前からね、すごく、ちなみに広島県ではねもうちょっと前から発売されてるみたいなので、ちょっと広島に住んでる方はね、もしかしたら行ってみたら他にもたくさん種類があるかもしれないです。はい、じゃあ順番に紹介していきます。一つ目はこちら、ワンプッシュウェットシートの蓋です。ただパンで、今回ね5匹5種類のこのカラーとキャラクターのね柄があるんですけど、そのうちの一つずつ買ってきました。はい、中はこちらです。なんか癒しのキャラクター、ここにね赤ちゃんもいますワンプッシュということで、ここの下をカチッて押すとパカッと、あ、ほんまや、パカンいやー見えるということでね、ここを押せば簡単に開くという風な仕組みになってます。ちなみに後ろはねこんな感じで両面テープになっているので、ここ剥がして汗拭きシートだったりとかウエットティッシュとかね、そういうのに貼れば使えるアイテムになってます。はい、次こちら、ダイカットジッパーバッグです。これは2つの柄で3枚ずつ入っています。これはねなんかこうキャラクター、この店舗によるかもしれないんですけど、このピンクだけでした。はい、開けるとこちらです。こんな感じの2種類のねうさぎちゃんが2袋入ってます。これが3枚3枚っていう風に入ってます。ちなみにねこれ未包装の食品はこう直接入れないようにしてくださいとのことなので、アミちゃんとかさチョコレートとか入れるにはいいかも。クッキーとかをそのまま入れないようにしてください。ほらちょっとねこう透明になってる感じなので、中がこう見えるのも可愛い。こういうアイテムもね持ってたら意外に結構ね使えるので便利です。はい、次はこちら、スマホスタンドです。なっちゃうパン、なっちゃうパンっていうキャラクターの名前なんかな。指に挟んでスマホの落下防止、コードホルダーとしてイヤホンやさまざまなコードを巻きつけて収納できます。おお、繰り返して貼り直しも可能みたいです。ちょっと開けてみよう、結構便利なやつじゃん。どうやって開けんねや。え、あ、抜けた抜けた。おー、はい、中はこちらです。で、後ろが両面テープみたいになってます。これをね、スマホにつけるみたいです。これはどうよ、開けるんかな。あ、あー、そういうことか。あ、すごい、なんか出てきました。引っ張ったらクイッてここを戻すとぺったんこになって、スマホに貼ってここで指引っ掛けて持てるみたいな。もしくはここにねこうイヤホンとかケーブル、コードをこうくるくるって巻いて収納することもできる。で、使わないときは閉じる。おお、便利。これもね結構あの柄が種類あったので、スマホにつける用とコード巻きつける用とみたいなんでね、結構こうまとめて買ってもいいかも。あ、すいません、もう一個出てきました。2段階出てくるわこれ。もっといく？もういかな、2段階や。1、2ってなるんでここまでいくわ。だからしっかり指入れれるし、しっかり巻ける。だから引っ張るときはね2段階思い切って、マコみたいにこんな慎重にねここまでじゃなくて、もう一個こうピッて引っ張れるので、もういかへんよな、もういったら抜けるわ。うん、多分2段階のはずなのでね、皆さんが使うときはこうやって使ってください。はい、次こちら、紙コップです。アニパンズ、これは10個入りで 250ml 入るカップになっています。はい、柄はこちらです。こんな感じのねカラフルな5種類のカップがそれぞれ2つずつついています。なんかピクニックとかさ、まあ、パーティーとかさ、そういう時になんかこういうの使うとなんかテーブルがこう華やかになったりとかしてね可愛いと思う。はい、次はこちら、
紙皿です。アニパンズ10枚入りで18センチになってます。あ、なんかマット。あ、え、はい、中はこちらです。今回もさっきと同じ柄ですね。全部で5種類の紙皿が入っています。それぞれ2枚ずつ。なんかお皿がさ、マットな質感というかツルツル系やけど、なんやろ、見た目がこうツルツルじゃないなんか可愛いです。はい、次こちら、またまた紙皿です。アニパンズスター型、これは5枚入りになってます。さっきよりもね、サイズで言うと結構大きめのサイズです。これがもうよくある通常の紙皿の大きさで、こっちがちょっと大きめので、5種類入ってます。はい、こちらもこんな感じで5種類入ってます。さっきはね、真ん中でちっちゃめの動物がいたんですけど、今回はちょっとアップです。結構大きめなのでね、たくさん入れられると思います。パーティーとか、なんかバーベキューとか、なんか使い捨てでね、使う時にぴったりかなと思います。はい、次はこちら、アロマハンドクリーム D です。でこれだけね、2種類買いました。ピーチ&フリージアとペア&ジャスミンです。全部で3種類ありました。デザインアップするとこちらです。またパステルカラーで可愛い。で、内容量は 30g 入ってます。もうこれからの季節はね、ハンドクリームもかさかかして欠かせへんくなるから。で、今回ちょっとそのね、3種類あって全部こう香りも違って、もう一個はバニラ系やったと思うんですけど、ちょっとこの2つがね、どっちにしようって悩んだので、100円やしね、ちょっと試しにどっちも買ってみました。試しにつけてみます。あ、ピーチャンでフリージア、これいい匂いかも。結構柔らかめのテクスチャーかな。あ、もう乳液みたい。乳液は言い過ぎやな。柔らかいクリームみたいな。めっちゃ軽いです。つき心地が軽いハンドクリーム。出しすぎた。あー、これいい匂いや。ピーチなんですけど、爽やかなピーチ、こう甘ったるくないような甘すぎないピーチ。フリージアの香りなんかな、ちょっとこの爽やかさは。で、お肌もね、すごいしっとりで滑らかになりました。次、ペア&ジャスミンいきます。ペアってなんやろ。伸ばしていきます。あジャスミンってこんな匂いだっけ。ちょっとね、こっちの方がなんか自然な香りって感じかも。めっちゃ難しいけど、爽やかな香り、植物系の香りかな。まあ、ジャスミンって言ってるんでね、そうなんですけど、なんか植物系のすごいこうナチュラルな自然って感じのネイチャーみたいな香り。もうちょっとこうフルーティーな爽やかさが欲しいっていう時はピーチにして、こうあんまりこう甘くないような自然な香りを選ぶという方はジャスミンがいいのかな。でもちょっとだけなんか日焼け止めというか、ちょっとなんか独特さもあるかも。私が使うとしたらこのピーチの方がお気に入りかな。でも100円でさ、これだけ手がしっとりしてたら、しかもコンパクトなんで持ち運びにも便利だと思うし、結構私もね、家で使う用と持ち運び用とみたいな感じで分けてるんですけど、そういう風になんかバッグに入れてたり、学校用のバッグにこれ入れて、普段の遊びの時はこっち入れて、で家用はこれでみたいな感じでね、使い分けたりとかしても、こう毎回こう入れさせたりとかしなくてよくなるので便利だと思うし、全然使えると思います。それにベタつかへんからね、もし気になった方は買ってみてください。はい、次最後です。こちら、トートバッグココパンです。で、これだけ200円商品になります。でね、今回ね、ちょっと全体的にこうパステルカラーなので、この値段のところもね、すごいパステルカラーなんですよ。で、一応ね、よく見たら、うわ、光で飛ぶかな、よく見たらね、200円って書いてるんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないので、もしこう皆さんが買う時とかは、こう物によって、ね、値段変わったりするかもしれないので、こういうのチェックしてみるといいかもしれないです。でね、後ろにもロゴが入っています。ココパン、コーラのココパンかな。結構ね、でもこれ生地とかもしっかりしてるし、大きさもね、意外に大きくて、なんか結構入れれそう。サブバッグとして使えると思います。なんか学校でお弁当の時間とかにね、こういうの入れて、お茶とかお弁当入れても全然入る。多分もっと余裕あるかも。ポーチも入れてとか言ってね、移動したりとかしても便利だと思うし、なんかちょっとさ、リボンとかつけてアレンジしても可愛いかも。こちらもね、5種類あったと思うので、もし気になった方はチェックしてみてください。これで今回の購入品は以上になります。いかがだったでしょうか。今回はガールズトレンド研究所の新作をダイソーで買ってきました。それで今回はね、その店舗にあった分紹介したんですけど、これからね、またどん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 出てきたりとか、私がこうサイトをチェックしてみたんですけど、そこにはね、ペンとか、あとはなんかヘアブラシとかスマホケースとかもね、あったと思うんですけど、
またこれからねどんどん出てくるのが楽しみなので、その時はねまた紹介できたらなとも思います。もう今ねすごい手がしっとりです。なんかサラサラしっとりみたいな、全然ベタついたりとかこうぬめりっていうのがねそんな気にならなくて、これも結構使えると思う。他にもね可愛くて便利なアイテムたくさんだったので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。そしてこの動画が良かったなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。不定期でライブ配信もしてるので、通知をオンにして楽しみにしていてください。では池田真子でした。バイバイ。